体温、あれ。うん、あの時と同じものだ。この像は最初のウロボロス、私たちは始祖と呼んでいる。最初のウロボロス、どこかミオちゃんに似てる。こっちはノアに似てないか。他の像は誰とも似てねえな。始祖というのは、遥か昔、世界で最初にウロボロスとなりメビウスと戦った者たちのことだ。我々シティの者たちは皆その末裔にあたる。それで連なる者と、うん、言い伝えではウロボロスはケベスとアグヌス二人の女王によって生み出されたと言われている。メビウスを倒すことができるのはウロボロスだけだ。だが一時代にウロボロスとなれる者は6人のみ。このストーンケージが発動することで資格のある者だけがウロボロスとなれる。6人、たったそれだけ。だからあの人たちはあんなことを。椅子の数もウロボロスストーンの数も限られている。父ゲルニカが運んでいたものもようやく見つけたその一つだった。ウロボロスについちゃなんとなく分かったけどよ、本当に女王が。キャッスルに居座るまがい者ではない、真の女王がな。真の女王か。道理で機械仕掛けの女王様なんておかしいと思ったぜ。もしかしてアグヌスの女王も偽物？うん、我々は世界のどこかで眠っている真の女王の行方を探しているんだ。理由は決まっている。世界をメビウスから取り戻し、あるべき姿に戻すためだ。二人の真の女王の力によって。おかしかねえか？ウロボロスが生み出されたのは遥か昔なんだろ。今眠ってるって言ったよな。人間ってそんな長生きできるもんなのか？それについては詳しくは分からん。分からんって。ただこんな言い伝えもある。二人の女王は我々とは比べ物にならないくらい長命だと。当てにしてもいいんだよな。今はそれが我々のできる全てだ。分かった。で、あるべき姿に戻ったらどうなる？お前たちが見てきたここの人々の姿、あれが当たり前となる。生まれ育ち産み老い自然へと帰るあの姿がな。私たちもああなれる。もう生きるために戦う必要はない。本来の生を、命を紡げるようになるんだ。その命、たった10年で終わらせるな。命を紡げるのはウロボロスとなったお前たちだけだ。だがそれを歓迎しない者もシティには少なくない。え？もしかしてさっきの？今があればそれでいい。世界のどこで戦が行われていようと、隠れしのげればそれでいい。俺たちの命はどうでもいいって。関わらなければ出会わなければ存在しないのと同じ。世界のどこで何が起きようとも、そう考える者たちは多い。それってメビウスと同じじゃないの？直接関与しているかしていないかの違いだけで。鋭いな。親父が力を託したのもうなずける。私たちシティの戦士は始祖の信念を受け継いでいる。メビウスの支配を退け、お前たちのような若者の命を解放し、世界をあるべき姿に改めようとな。
それだけは信じてくれ。わかった、信じるよ。これだけのものを見せられて信じなかったら本当にバカだ。私も信じる。ここでの生活を見せられてすごく羨ましいと思った。あのぬくもりを、自然に帰る命を守りたいって。私もあの命守りたい。コロニー同士の関係に変化があるみたいだ。なあ、頭ん中整理する時間が欲しいな。うん、一度に全部受け入れるのは大変だよね。N か。知っているのか。その正体はわからないが、奴はこのシティの旧敵のメビウスだ。旧敵。多くの同胞が奴の手にかかり殺された。あ、なぜ奴のことを。いや、ただなんとなく。うん、どうしたの？モニカさんと話してた時何かあった？いや、特に何も。取り留めもない話さ。そう？さっき連絡があったんだけど、明日の作戦会議早朝からだって。早めに寝た方がいいよ。ああ、
そうするよ。じゃあ、おやすみ。ああ、おやすみ。乱れちまった。なるほど、アグヌスのキャッスルへの潜入か。また随分と難易度が高い作戦だな。真の女王の行方を知ってるってやつ、誰だっけ。ゴンドーというものだ。ああ、それそれ。つまりはそのゴンドーってやつをキャッスルにある収容所から助け出しゃいいんだな。うん、奴らは捕らえた我々をすぐには殺さない。キャッスルの下部にある収容所へと収監するんだ。労働力にでもしているのか。副次的にはな。本来の目的は見せしめのためさ。見せしめ。奴らは毎年一回食の日にキャッスル南端の希望の丘という場所で捕らえた者たちの処刑を行う。そしてその一部始終を大空へと投影する。見せしめなのね。我々が無力だというな。処刑の場所が希望の丘って、悪い冗談にも程があるぜ。次の職までは一月くらいか。それまでに囚われた仲間たちと接触し、女王の居場所に関する情報を得なくてはならない。一月。見よう。ま、やるっきゃないんだろ。やってやろうじゃねえかな。ああ、最速でやろう。一日だって無駄にできない。守備よく潜入できたとして、例のあれは大丈夫なのかな。ユーニー、例のって。メビウスのあの赤いやつ。ああ、あれか。先立って渡した眼帯には特殊な金属が埋め込まれている。それがあればお前たちがウロボロスであることは連中には分からない。情報を得た後はどうする。どうやって逃げ出す。ケベスのアナイアレーターを破壊したお前たちだ。逃げ出すだけなら造作もなかろう。俺らはいいとして、あんたらの話だ。
我々のことは気にするな。覚悟はできている。納得しろと。これはそういう作戦だ。しかしお前たちにも覚悟を決めてくれと言っている。わかった。だけどギリギリまでは俺たちも粘らせてもらう。それでいいよな。ギリギリである必要はない。ほどほどで構わんよ。キャッスルへの移動と潜入の手段は造幣局のサモンというノポンに任せてある。詳しくは彼から聞いてくれ。コンテナ。Thank you.
名前確かに覚えたよ。サモンさんが言っていた峰の家はこの辺りだな。そいつ本当にエーテルシリンダー300本も用意できるのか。名前確かに覚えたよ。サービー、こんな不便なところに倉庫なんて作るなよ。見つからない場所にしたかったんだろ。ま、情報は筒抜けみたいだったけどな。使えるものがあればいいな。
名前確かに覚えてる。先手は私。基本撃を継続。その調子で行こう。エクスペンドスライド。まだやれる。たまには力技もあるのに。パワーサークル。ヒールバレル。いざ来たよ。崩れろ。さすがは。エクシードバーサー。これでエーテルシリンダーは大丈夫だな。サモンさんの元へ行こう。船か、楽しみだね。へえ、こんなところがね。ご苦労も。徹夜で組み込んどくから、明日の朝には船使えるようにしとくも。本当か？サモンに二言はないも。必ず仕上げとくも。ありがとう、サモンさん。礼には及ばないも。船いじりはサモンのライフワークも。それは…ああ、これは究極の船も。究極の船？そうも。大海の渦だろうとものともしないで突き進む、未だかつてないすんごい船も。まだ建造途中だけど、いつか必ず完成させてみせるも。男の夢も。明日の朝まで英気を養っておくしかないよね。シティの宿舎に戻ろうか。次は俺の番だぞ。材料ちゃんと持ってきたからさ、すっげーかっこいいのにしてくれよ。いいよ。武器は何がいい？剣？銃？素手！了解。なあ、ん？命の取り合いがなけりゃ、ヨランもあんなんだったんかな。ヨラン、お前また訓練サボってんなことやってたのか？別にサボってないよ。朝頭痛かったし、届けだって出したし。はあ？出したのノアだろ？ノア！まあいつものことだしね。よし、できた。お前それえへへへ。
それ、ランツ？こっちはユーニで、こっちがノア。へえ、よく似てら、うまいもんだな。おお、すごいよヨラ。そう？うん、俺たちって毎日剣を振ったり銃を撃ったりばかりだろ。なのにほんとすごいよ。なあ、これは誰だ？こんなやついたっけ？やけにかっこいいな。それは僕。これお前か？全然似てねえじゃん。うん、でもね、いつかそんな風になりたいなって。ダメかな？ダメなもんか。ヨランならなれるさ。こんなにすごいことができるんだから。本当になれんのかよ、適当言いやがって。適当なもんか。なれるよ絶対な、ヨラン。うん、僕頑張るよ、すっごく頑張る。あんな風に頼りにされて笑って、何が価値のあるもので何が価値のないものか、とても曖昧だよな。ああ。だけどあの笑顔は本物だと思う。守りたいと思わない？本当にぶん殴る相手、今度は間違えないようにしないとな。ああ、もう間違わねえ。見たのか？え？ムクロだ。お前自身のムクロ、見たことがあるのか？なんでそれを？目だよ。まるで自分の過去を見るような目をしていた。すげえな。長生きするとそんなこともわかるようになるのか。長生きというほど生きちゃいない。ただ勘は鋭いとよく言われる。チェ、勘かよ。なんでこいつら目覚めさせない？戦力になるだろう？それともメビウスたちの糧になるからか？糧にはならん。ここで目覚めさせれば命の日時計の束縛からは解放される。ならなんで？これは我々の戦いだ。いつ終わるともしれないな。彼らの寿命は短い。勝手な都合に巻き込みたくないって？それもあるが。あるが、なんだよ。自分が何者なのかを知り、何を残せるのかを考えられる、そんな世界になってから目覚めさせてやりたい。自分が何者なのかを知る。ムクロのものか？ああ。そこにお前はいないぞ。え？お前にあるのは今と未来だ。過去のお前はお前ではない。今のお前が作ったものではないんだ。作る？だが未来のお前はお前自身で作り上げることができる。
望めばどのようなお前にでもなれる。私が？お前はその力を持っている。望んだお前になる。モニカ、あんたって親父によく言われたよ。親父って？お前も同じさ。私が望む私に。なんだよ、相変わらず暑いの苦手なんだな。見られてたか。ま、ミオの作ってくれたスープはうまいけどな。本当？嬉しいよ、お世辞でも。お世辞じゃねえさ。飲む？味見を兼ねて。マジで？早起きはしとくもんだ。食堂あったろ。染みついちゃったからね。これしないとなんか一日が始まった気がしなくて。なるほどな。あの戦場からもう2ヶ月か。うん、強えな、ミオは。え？聞いたよ、ユーニから。俺たちと同じだって。ああ、そのこと。前に進もうって気持ちを整理して二度目にあいつに会った時思った。やっぱ無理かもって。私だって怖いよ。モニカさんたちから真実を聞いて、多分、ううん、きっとミヤビと再会するってそう確信したから。怖えよな、聞くの。うん、でも聞かないと進めない。ノアと同じってか。やっぱ強えよ。聞かなければ存在しないのと同じ。誰もがそう思いたいけど現実は違う。目をつむったからといってなくなりはしない。だから進む。うん、行ける限り、この命が続く限り私は進みたい。みんなと一緒に。俺もだ。
さあバウンダリーに乗ろう。